ずは貴様らに礼を言おう。よくぞ封印を解いたとな。その褒美として貴様らには死をくれてやろう。過ぎる冗談は笑えぬものだ。冗談は顔とその格好だけにしてくれよな、神様。人とはどこまで不遜で愚かなのだ。速やかな死がどれほど慈悲深いものかわからぬとは。死が慈悲深いか。確かにその通りだ。足りない頭でも少しは理解できたようだな。いいか、貴様らのしようとしていること、それを偽善という。波風が立つのを恐れ立ち止まってしまえばそれまでだ。世界は偽善の上でしか成り立たぬというのであれば、全くもってその通りだろう。それでもないよりはあった方がマシさ。あんたの言う偽りの慈悲ってやつよりはな。強者こそが正義であると世界の真実を知りながら、なぜ理解しようとしない。弱者など虐げられて当然だと、淘汰されていくのが自然なのだと、なぜ受け入れられるのだ。戦う意味を持たねば真の強さを手に入れることはできぬ。己の欲望からでは真の強さは手に入れられぬのだ。違うな。強さこそが真実なのだ。完全にある真実から目をそらし、戦う力もない己の非力さをただに上げるとは少子千万、弱者のくだらんたわごとに過ぎん。神も人もこの世界の命あるものすべて戦いに勝ち得たからこそ生を許されているのだ。それこそが世界の真実。戦い勝ち残ったものこそが正義。確かにそれも一つの真実と言えよう。神も人もなく強さが世界の全てというならば、どちらがこの世界にふさわしいか雌雄を決しようではないか。お前が弱者と蔑む人の力、それがどれほどのものか、その身で試してみろ。とっとと消えな。なっ、せい、せい、しゅ、待てよ。行くぞ。やめて。無理はするな。まだ大丈夫。消え、クソが。その程度か。追撃をかけ。その程度か。逃がさん、雑魚が。これで行く。そげ。その程度か。やれたか。目障りだ。そこだ。はあ。終わらせる。
この程度か。消えつないだ。一気に行くぞ。とっとと始めろ。闇をもたらす闇。しない。あがけ。あ、まだ。無様だな。えい。血が燃え尽きる忌まわにこそたぎるグレンの炎、クリムゾングレイ。こっちに来て。わかった。我らを包みたまえ。ぶっ殺してやる。我らを包みたまえ。この程度か。これで。その程度か。さっさと来い。死を誇りに思え。この俺
の手にかかれること。これで終わった。それも陣たらやってんじゃねえよ。ほらよ。